はようございます。今日は西日本最大級の、スポーツサイクルイベントサイクルモードにやってきました。結構前からずっと参加したいと思ってたんですけど、まあ去年が、コロナの関係で中止になって、そして、今日2021年のイベントに参加します。自転車関係の100ブランド以上のブランドが出展して、あと200台以上の自転車に試乗できるという結構すごいイベントになっていると思います。今日は TT バイクとか普段乗ることができない自転車にいっぱい乗って、まあ新しい自転車技術をいっぱい見たいと思います。今日一緒に相方の松岡さんとスポンサーのノンさんで入口の方に向かいましょう。何が一番興味あるんですか？どのブランドみたいですか？やっぱりキャニオン。キャニオン、うん、エアロードのエアロード乗ります。エアロード乗ります。いいっすね。山本さんは和風も僕 も実は見たいんですけど、インドア あのバイクみたいな、トレーナーじゃなくてもうバイク全体がインドア用の自由走で使う、そうそうそう、あれ乗ってみたい。あのローラーみたいな、そうです。でローラの進化した、そんなん進化したバージョン。自転車型のやつがあって、多分40万くらいはするんじゃないですか。そうです。もう乗れない自転車。チャリより高いそうそう。すごい。すげえやん。自由に行ったっていいんですか。いいんじゃないですか。食べろ。このハンドルどう思います？エアロフレーム考えたらこれぐらい見た目がエアロなやつがいいかな。あ、エアロ感がしっかりついてるやつ、わかるわ。これから始めるよって方には、やっぱりゴールドがいいな。めっちゃ綺麗。いや、買ったばかりなんですけど、こんな綺麗こんな軽さでカーボン製でこの値段市場めっちゃいいけど、僕のサイズなさそうやな、今日。壁にかけるサイクルハンガー、これです、はい。壁にのあの貼り付けて、ここに かけるっていうか、まあ、立てかけるっていう、はい。和風、お、お、和風、え、和風、お、これすごい、めっちゃ乗ってみたい。これってごめんなさい、試乗できますか？試乗できます。できます？これと松岡さん使ったこと、これ持ってましたよね。昔持ってた。真剣に登りを練習する人はこれ絶対欲しいです。おー、すげー。あ、これ乗り切った被っといてください危ないかも。私はないんで大丈夫ですこれ DI2 になってます。これ普通にここで変えていただければ勾配とかもできるんですよ。これ手動でちょっとシルトしていきますよ、落ちないでくださいよ、はい、50万円くらいうん、そうですね、まあ、外乗るか家で乗るか、これ買って専用バイク買うんだったらまあね、そうですよね、ありかなと思っちゃうところがそうですねシートが出過ぎだねこれ。お前はすごい全部調整できますね。すげえ。あと実は、ね、多分内側のボタン押してもらうとアバター左右になる。面白いね。こんなんできるの欲しくなりました。めっちゃ欲しいこれ。こう上げます。おー、じゃあこれくらいにして
て全体を上げた後に、なるほど、多分ここだけ上げると異常な落差になっちゃう。はい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 、どうっていうのとか結構どうで軽いか、メンテナンスはあんまり無限でフリーですかね、これは、ね、あれだから、もう完全にチェーンじゃなくてベルトドライブだから、ありがとうございます。よかったぞ。いやもうあの私和風ヘビーユーザーなんで。ありがとうございます。サイコンとあれも持ってるんで。じゃああそこはあそこは本当に石投げて書いてる。じゃあもうありがとうございます。ありがとうございます。やった。楽しかったです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おシアトコフスキーやん。ほんまや、同じポーランドの。もう欲しいものがありすぎてちょっとやばい。エレメントボルト買おう。あ、もう買う。あ、ボルトですか、うん、いや、めっちゃいいと思います。ガーミンより安い。ガーミン高い。ガーミンは高いよ。この場でプレゼント。何くれるん？え、ガーミンくれるん？やばいよ。ガーミンくれるガーミンくれるんやったらワンフォーについて言ったこと全部なかったことにする。一瞬で帽子も脱ぐんやえ、何くれるんですかね。え、投稿したら 何がもらえるんですか。投稿したらあのボトルゲージ。お、インスタグラムかツイッターかフェイスブックどっちか。じゃあツイッターでしょ。じゃあフェイスブック。私はインスタグラムみんな分けるバラバラ。別に必要なわけじゃないけど、うんうん、もらえるんやったら。これでボトルケージがもらえる。イエーイ。あ、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。どちらか。あ、じゃあ黒で。ブラックですね。ありがとうございます。やった、めっちゃもらってる。なんかでかい袋持ってきたらよかった。荷物がどんどん増えていく。ぐるっと回ろう。で、その後市場行きます。あの3ボルトのビブ僕めっちゃ好きですよ。いいよな。 ラファよりあのパッディングがめっちゃいい。全然お尻痛くない。俺は痛いけど。痛い？いや俺基本的に痛い。何入っても痛い。サドルあかんじゃん。サドルがあかん。手みたいやつが多すぎる。てかキャニオンのあー、ほんまですね。あ、あそこじゃないですか。あ、あれか。まあまあ流れてきた。おもちゃの店に入った子供みたいな気分。なんか子供の頃に戻った感覚がする。置いていかれた。かっこいい。でかいレンズいいっすよね。もうハッシュタグ探してる今。なんかもらえるかもらえるか。こんにちは。こんにちは。丸ごー。この値段安いっていう人なかなかやと僕思うんですけど。軽っ。8キロですよね。このベストサイズじゃないですか。持って帰っていいですけどね。もう午前の分も全部出払っちゃって、予約指定なので、はい、あ、マジで予約せな。わかんねえな。え、俺らがもたもたしてる間に市場どんどん多分。そうですよね。このままだとなんか市場できるバイク全部取られそうな気がするので、とりあえず市場に向かって、まあ何ができるか見てみたいと思います。こんにちは。ごめんなさい、市場ほとんど終わっちゃいました。マジですか。やっちまった。ブースに目を取られたわ。とりあえずできるところ何でもいいから。何でもいい。え、リーズリーはどう。いいよ。あ、すいません、市場って大丈夫ですよ。ボードカーグラベルどちらがいいか。サイズがあるもの。はいはい、はい、おー、いいやつやん。はい、向こう、まっすぐ。はい、ありがとうございます。1台目で、リーズリーのヘリウム HSLX っていうやつで、ミューラーエースの機械式ですね。ヒルクライムバイクでございます。あ、やば、めっちゃ軽っ。まあサイズはちょっとちっちゃいけど、あ、でもめっちゃ軽いですね。
スピードはあまり出ないですね。思いっきり踏みたくなるけど、めっちゃこのホイールめっちゃいいですね。めっちゃよく転がる感じ。ちょっとスピード出せる。よかった、このままやったら全然良さが多分わからない気がします。制限速度とかあるのか、とりあえずスピード出したい。いやめっちゃよく、なんかいつも乗ってるバイクよりは多分剛性がすごい。あ、坂もある、めっちゃいいやん。階段走ってたらもうせっかくのヒルクライムバイクの良さがわからないので、すげえ、めっちゃ楽しい。減速、さあ坂、おー、ディスクブレーキのバイクやのにこんなによく登る、すげえな。これこれ終わりですね。めっちゃコースめっちゃ短かったんですけど、めっちゃ良かったですね。まあサイズとかあのジオメトリとかも全然僕のじゃないけど、あの踏み応えがめっちゃ良くて、しかもめっちゃ軽いから加速めっちゃできる。ディスクブレーキを試す、まあ、ほどの坂じゃなかったけど結構良かったです。このコースめっちゃいいですよ。なんかもう全然スピードが出ないかなと思ってたけど、スピードを出せるところもあったし、下り坂もあったし、上り坂もあったので、まあこのバイクの性能がだいたい分かった気がします。さあ、あまり時間ないんですけど、今日できればいっぱい試乗してみたいな。これが小型がツアードフランスで使ったモデルか、オールナーゴ試乗できたらめっちゃええな。まあでもさっきのバイクと結構一緒なんで、せっかくやからこれぐらいのやつ乗した方がいいんでしょうかな。これって試乗できるんですか？できますよ。できますか？いいですか？どこの人？ポーランドです。おお、どっちの？こっちの？どっちかいいかな。ヒルクライム好き？ヒルクライム好きです。こっち。ユーチューバー？それまあちっちゃいけど、店ですか？輸入元。ステンレス。ステンレス。はいはい。ね、自分のボディサイズを測って、ね、私はヒルクライムやりたい、私はロードレースやりたい、私はポタリングしたい、ブルベやりたいっていうのを向こうに連絡すると、それに合った図面を向こうで引いてくれる。だから特徴はって言われても。お客さんの好きな特徴で作ります。だからオートクチュール、だから仕立てた背広と一緒です。だからまたがった瞬間にオーダーメイドです。そう、オーダーメイド。めっちゃかっこいい。このド派手なやつ、番号教えてもらいます。ピッカピカで1305。しかもこれ人生初カンパニオロ乗ってきます。結構軽いですね。僕カンパニオロの使い方わからないんですけど、おお、これで重くするんや。なんか昔のシマノみたいにカーボンと全然乗る居心地が違うな。あ、間違えた。カンパの変速はやっぱりちょっと慣れが必要ですよね。さっきのヘリウムに比べたらこっちの方が柔らかい感じがします。踏み込んだ時の答えはもうちょっと優しい、違う意味で楽しい。てかドロップってどうやって変速すんの？これヒルクライムレースも全然いけそうな感じですよね。もうとにかくこのステンレススチールのスタイルがやばい。常に変速間違えてるけどな。カンパのこのレーバーはめっちゃちっちゃいの。私はどっちかというとやっぱりシマノの方がいいかもしれない。ありがとうございます、楽しかったです。はい、ありがとうございます。次は松岡さんと山本さんと完全にはぐれちゃったけど、せっかくなんでなんかいいマウンテンバイクとかに乗ろうかな。先生試乗できますか？試乗できますよ。できます。こちらも一応マウンテンバイクしようと思います。了解です。
これは、パナソニックの、イマンテンバイクですね。見た目からわかると思いますけど、めっちゃ重い。多分20キロぐらいあると思います。お、すげえめっちゃ進む。何これ、全然踏んでないのにめっちゃ進んでる。電動自転車初めてなんで、おお、多分ある程度のスピードが出たら制限がかかってるから、それ以上は進めなく、アシストがつかなくなるけど、やばいやばい、加速やば。あー、上り坂が一番楽しみよ。さあ、俺の代わりに踏め。気持ちいい。全然踏んでない。このバイクやったら殿原の KOM 楽勝じゃん。バッテリーさえ持ってってくれたら。楽しかったです。 TT バイクが乗りたいな。まあ、松岡さんと山本さんはとりあえず置いといて、できれば、TT バイクと、まあ、ガチなマウンテンバイク乗りたいなと思います。はい、それより試乗試乗試乗。 TT バイクもないかな。これをなかなか面白い形でプレイ。なんでこんな形になってるんですか。彼がデザイナーなんです。あ、You designed this, this bike? Yes. Why is it shaped in this way? Inspiration is from the cheetah. Mm-hmm. Yeah. And also the logo of bicycles. Oh, yeah. Yeah. Yeah, I want something more different from a regular triangle shape. People can love or hate, but that's the part of the game. Do you have a one for a ride? Sure. Really? Yes. Actually, they are, you know, going soon. You wanna try? Yeah, I would love to. The bike was supposed to debut to 2020 Taipei show. Was cancelled. Oh, yeah. Two times. And German show as well. Yes. So I lost all the opportunity. This is the first time I should really meet really? People. Yes. Yeah. バーです。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。やっとこのバイクに乗れます。なんかユニークな形のフレームですね。で、まあ、なんとこの、バイクをデザイナーした人、このブランドの社長とお話しして、そして今このバイクに乗れる、なかなかない体験だと思います。このバイク実はなんかインスタグラムかどっかの SNS でちょっと写真だけ見たんですけど、確かに目を引くデザインだと思ったので、まさか乗れるとは。あ、今から乗る自転車ですね。アルテグラディスクブレーキで、先ほど話していたデザイナーの方によると、まあその人が車のデザイナーで、フレームの形がもう他のフレームと絶対被らないようなデザインにしたかったとおっしゃってて、あとそうですね、性能をすごく重視していて、まあ、見た目は結構エアロロードみたいな感じなんですけど、ただ、実は、結構今持ち上げた時にも結構軽量でヒルクライムバイクにもなれるし、あとこの幅の広さ、タイヤの広さも35まで、のタイヤもはめることができるとおっしゃってたので、まあ強いて言えば、グラベルバイクにもなれるという、すごく、性能が高い、幅の広い乗り方ができるということですね。まあ、全部が、すごいっていうわけじゃないけど、まあ、全部できる、つまり、まあ、自転車こうと思ってる方はその、まあ、ヒルクライムバイク、エラロード、グラベルバイクを選ぶ必要はなくなるから、まあ、いろんな乗り方ができる、この一つのバイクで。まあ、見た目がそうですね、無視できないようなフレームの形。私はどうかな。ちなみに GI2 は初めてなので、初 GI2 です。なんか私のいつも乗ってるスーパーシックスイーボとかやったら、結構これに比べたら柔らかい感じがすごいんですけど、踏んだ時の乗った感じがすごい、めっちゃ踏みたくなる。
しかもこの見た目で絶対みんな振り向くと思う。まあ見た目は結構個性あるけど、それさえ乗り越えたらめっちゃいいオールラウンドバイクになると思います。 Yeah, it's very good. Yeah. Super fast. It's very stiff. It's very good bike. My plan is to make a graveler later. As you know, graveler has different geometry, so with the same DNA, so that people see this is our bike. Yeah. Perfect. That's the goal. Thank you very much. Okay, it was my pleasure. Take care. Yeah, take care. Thank you very much. 楽しかった。ああ、疲れた。見たいものいっぱいあるけど。Having a good day? Yeah. How many bikes are you riding? Four so far. Really? I'm looking for a mountain bike. Try. Mountain bike 乗ります。挑発マウンテンバイクです。グラベルコース。中級車。じゃあ中級車行こうか。おお。これぐらいのコースだとちょっと要素がわからないな。超上級者。超上級者やった。モングース。ちょっとごめんなさい、マウンテンバイク全然詳しくないんで。ちなみにあそこのグラベルって乗れるんですか？あ、全部乗れます。乗れます。これはサルサっていうブランド、ちょっと私も初めて見てるんですけど、スラムのギア、何のギアかもう一個わからないけど、結構太めのタイヤ。楽しそう。どっちのコースも走っていいよって言われたので、ラベルコース行きましょう。またそっか、これ前ギア1個しかないんや。今ブラケット探してたけどなかったね。おお、楽しいな。これでシークロクロスできたんで楽しい。意外とスムーズですよね。このデコボコの段差とかもう何もないみたいにいっちゃうから、グラベルが一番楽しいと思うんですけど、残念ながら日本ではそういうコースは結構少なくて。安定感が抜群。スラムの変速マジでわからん。奥押したら、上りはちょっと重いけどね。おお、楽しかったです。ありがとうございます。まあこういうバイクがあったらもっと走れる範囲が広がるかなと。私むしろ昼クライムやられてる方にこれとか、あの水色とか昨年やってて、そう、私も昼クライムやるんですけど、はい、そういう行けなかったところに行ける、昼クライムで行けなかったところに行ける、そういうところ結構昼クライムの人たちが楽しいような、はい、こういうとこがあるんで。そうですよね。いや、なんか下り、なんか山道って結構路面が悪かったりするので、なんかそういうところで、まあ、これぐらいの幅のタイヤがあったら結構自信持って下れるかなと思いました。ありがとうございます。はい、まずチェックします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、あと15分しかないので、しかも今日あのボトル買おうと思ってたのに、明日淡路島行くのでちょっとボトルが欲しい。売ってるところないかな。そんなことある？この2つを、はい、山本さんと松岡さんまだいるかな。あ、もしもし、まだいますか会場。けどどの辺います？全然見えない。スクエア。やばい、待ち伏せじゃないですか。結構普段乗れないような自転車いっぱい乗れたからすごく良かったです。あと、まあ同じところに物が揃うのあまりないから、もうあそこ行きたい、ここも行きたい、これも見たいってめっちゃなるし、特に和風のあそこが結構時間ズイフトのステッカーももらったし、帽子ももらったからめっちゃ良かった。ちょっと盛り上がりすぎたけど、でもすごい良くしてもらった。そうですよね。
すごく充実した一日でした、はい、はい、ということです。ここは手を振るところです。チャンネル登録お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。